ギターの代わりになるのかっていう動画を、これから始めたいと思います。今回の動画はですね、ギターを始めたいんだけれども、ギタレレっていうこういう楽器に興味がある、どんなものか知りたいっていう方や、ギターをすでに弾いてるんだけれどもギタレレどんな楽器か気になるっていう、そんな方に向けた、動画になってます。この動画最後まで見ていただくとギターとギタレレの違いを知ってもらえるかなと、あと、ギタレレがどんな楽器か、ギタレレとギターを比べたメリットやデメリットなどを話せるかなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。本題に入りたいと思うんですけども、ギタレレはギターの代わりになるの？ということですけれども、早速、結論になるんですが、ギタレレはギターの代わりにはなりません。もちろんなりません。名前が違うっていうことはもう楽器が違うっていうことですよね。全く違う楽器なのでもちろん代わりにはならないなんですけど、僕が今回、この動画でお話ししたいことっていうのは、ギターをですね始めたい人にはこの、ギタレレなぜかおすすめですという話なんですよね。ギターとギタレレは完璧に違う楽器だ、だけどギターを弾きたいっていう人にギタレレはまずおすすめしたい。ちょっと、分かりづらい話なんですけれども、その理由なんですが、何よりですね、楽器全般に言えることなんですけど、これが一番大事だと思っている上達の方法ですね。それは、当たり前なんですけど練習をし続けることだと思います。触り続けることだと思うんですけど、これが本当に難しいです。なのでその触り続けることへの障害をできるだけなくしたいんですよね。そういう考え方をしていくと、このギタレレっていうこの小さなサイズにするとですね、本当に小さくて持ち運びがしやすいので、もう簡単にこう手に取れるんですよ。もうなんとなくポイっていう感じで手に取れて触り続けることが結構容易なんですよね、ギターと比べて。であとですね、覚えるコードの形っていうのが、左手のこのコードっていうんですけど、いろんな形があります。押さえるのにこの形がですねギターと同じ押さえ方になってます。実際に、細かいことを言うと音は少しだけ違うんですけど、ちょっと難しい言葉を言うとキーが違うだけなので、要は同じように押さえれて同じように楽しめると思ってもらって本当に大丈夫です。で、ウクレレっていう楽器にこれ近いんですけど、このギタレレは、いい意味ですごく中途半端な楽器で、ギターにも近いしウクレレにも近いんです。でギタレレっていう、唯一無二の、楽器としても存在感はある、すごい中途半端な楽器なんですけど、そこがいいなと思ってて、いろんな可能性がここから広がってるので万能な楽器だと思います。でここまでおすすめするのには本当に一つ大きな理由があって、値段です。これ安いんです。ヤマハの GL1 っていうギタレレなんですけど、これなんと1万円しないんですよね。8000円とか9000円くらいでAmazonとかで買えるので、楽器としては本当に安いです。基本的にもう何万は当たり前で、やっぱ高いですよね、どんな楽器も。そんな初心者に優しくないお値段なので、でもこのギタレレは8000円とかそれくらいで買えるので、手の届きやすい範囲かなと思います。デメリットを挙げるとしたらですね、これ安い楽器なのでたまに作りが雑なのもあります。今までちょっとそれも見たことはあるんですけど、多くの場合しっかりしたクオリティで、自分はこう今2本ここにありますけど、2本ともとてもいいクオリティだなと思うものがあります。多くの場合はいいものが売ってると思います。もう一つ挙げるとしたら大きい音はそんなに出ないですね。
ギターと比べて全然音量は出ないですね。あと、低音も出せないです。一番低い音がこれ、ギターだったら結構まだまだ低いんですけど、まあ、迫力がないですよね、ギターと比べて。まあ、これはデメリットというかギタレレの個性なので、まあ、いけないところというか違いなだけなんですけど、まあ、上げるとしたらそれぐらいです。デメリットを上げるとしたら、今回の動画のまとめとしては、ギタレレとギター違う楽器です。それは違う楽器、それは OK ですね。でギターを始めたいっていう方にこのギタレレすごくおすすめです。まあ、ギター弾いてるっていう、すでに弾いてるって方にもギタレレはおすすめですけど、あとなぜ、ギタレレをおすすめするかというと、持ち運びしやすくてすごく練習するハードルが下がるので、上達への道がたどりやすいと思います。でギタレレはギターにも似ててウクレレにも似てる。でギタレレとしても楽しめる、すごくいい意味で中途半端で万能な楽器だと思うので、すごくおすすめです。あと値段はめちゃくちゃ安いです。もう本当に初めて楽器を触るっていう人には本当におすすめできる値段になっておりますので、今回を機にぜひこのギタレレをですね、購入してみてはいかがでしょうかと思います。ちなみに僕はヤマハの何者でもありません。でも本当にこのギタレレは超いい楽器だと思うので、皆さん、楽しんでみてください。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。そこの手の動きに意識を持っていきながら練習することができるので、とっても大事な練習法です。ぜひこの1、2、3